株式会社リブラッシュからのお知らせです。古くなった浴槽、トイレ、洗面台の流しなどの汚れや色あせ、気になりますね。リメイクコーティングではまず表面にこびりついた水垢や汚れを研磨作業できれいに除去します。水垢や汚れがなくなるまで丁寧に研磨して表面を一度水で流します。濡れた表面を乾燥させたら、次は研磨した表面に下地を塗ります。そしていよいよ光沢や色艶をよみがえらせる技術、 TP コートを使いダブルコーティングで強固な被膜を作ります。隅々まで慎重に TP コートを施して完成です。ピカピカで色艶も戻りました。リメイクコーティングで水回りをきれいに。リブラッシュ。